北朝鮮の弾道ミサイル発射で、5年ぶりに日本の上空を通過推定4600キロ飛行しました。これは、グアムをも射程に入る距離。日米間に軍事力で対抗する姿勢の強調か。日本も迎撃態勢を取るはずだったが、今回は日本のミサイル防衛について詳しく見ていきましょう。令和の戦艦大和を建造するとの方針だが、その性能は、防衛省は2023年度概算要求の主要事項である統合ミサイル防空能力の一環として、イージスシステム搭載艦の建造のための構成品取得費等を織り込んだ。それにより予算的な後ろ盾を得て、今後の日本の防衛力の整備という見方からも注目される。2024年に建造を開始して、2027年度末に一隻就役させ、さらに2028年度末にもう一隻を就役させることを目標としている。イージス艦とは、レーダーとミサイルとの装備より航空機とミサイルの同時多数攻撃に対処できる防空巡洋艦、駆逐艦のことである。今回地上配備型迎撃ミサイルシステム、イージスアショアの代替案として導入が決まったイージスシステム搭載艦は、コストについては高性能ゆえに高価であり、2隻で約4800億から5000億円以上で、1隻あたり2400億から2500億円以上との試算が出ています。これは海上自衛隊の保有のイージス艦の中で最新鋭艦であるマヤ型の場合、1番艦マヤがおよそ1680億円、2番艦ハグロがおよそ1734億円とされていることと比較しても、非常に高額であることは言うまでもない。イージスシステム搭載艦の船体規模としての使用は、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0 メートル、全幅が 40.0 メートルの大きさで、およそ18ノット。自衛隊の艦艇では、最大規模で長期にわたり、迎撃態勢を可能にするために大型化し、洋上での動揺を減らす目的がある。これも、マヤ型の場合は、基準排水量が8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの大きさで、およそ30ノットの最大速度であり、マヤ型護衛艦と比較しても、はるかに大きく、これは、出雲型護衛艦と同等の大きさである。イージスシステムは、アメリカ海軍によって、防空戦闘を重視して開発された武器システムで、日本の海上自衛隊の艦艇としては、1993年に就役した、金剛型が、アメリカ以外では、初イージス艦で、同システムを搭載する、イージス護衛艦として知られるようになった。海上自衛隊では、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとした、金剛型を4隻建造し、それに続き、アタゴ型を2隻、そして、前述のマヤ型を2隻と、イージス護衛艦を建造し、2021年3月までに、順次就役している。これにより、8隻のイージス艦体制が整った。金剛型が、海上自衛隊で、初のイージス護衛艦として、就役を開始した1993年、この年に、北朝鮮が、初の弾道ミサイルの実験を行うに至ったため、日本でも、弾道ミサイル防衛、BMD への対応業が、急務となった。2004年度から、ミサイル防衛、MD システムの整備を開始し、イージス艦への弾道ミサイル対処能力の付与や、ベリドットの配備など、弾道ミサイル攻撃に対する、我が国独自の体制整備は、着実に進んでいます。1998年には、ついに、北朝鮮は、中距離弾道弾である、デポドン1号の発射実験を敢行、日本は、
こうした脅威に対抗するために、2003年の小泉政権下で、日本版弾道ミサイル防衛システム導入を決定した。このような経緯から、金剛型は、弾道ミサイル防衛、BMD を取り入れ、迎撃ミサイル SM-3 による、弾道弾への迎撃能力を付与されることとなった。これは、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現されていたものである。以後は、最新鋭のマヤ型に至るまで、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、細かく見れば運用する SM-3 やイージス BMD システムのバージョンに、相違はあれど、こうした北朝鮮による突発的な弾道ミサイルの発射を警戒するため、海上自衛隊のイージス艦が日本海に常時展開する体制が敷かれており、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を担う主体として、今日に至る。しかし、近年の中国の海洋進出に対応しなければならない海上自衛隊としては大きな負担です。新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、とりわけ南西諸島方面の防衛力の整備においては、貴重なイージス護衛艦の有効活用が不可欠である。そのため、現状日本の弾道ミサイル防衛、BMD のために、稼働時に、それへの対応に縛られる一部のイージス護衛艦の負担を軽減するべく、配備の計画が検討され、日本では2017年に陸上配備型のイージスアショアをその代替として導入することを決定した。イージスアショアというのは、イージスシステムの中の陸上に設置されるコンポーネント、システムの一部を担うひとまとまりの部分である。弾道ミサイルによる脅威が次第に増大したことに対処するために開発されたものである。イージスアショアは山口県と秋田県への配備を計画しており、2025年から陸上自衛隊が運用を開始する予定で、日本列島全体をカバーすることが想定されており、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している。海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられた。しかし、2020年6月、イージスアショアは、発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、その位置を、完全に安全な場所に制御できないという、問題が解消できず、2020年6月15日、当時の防衛省が、イージスアショア導入計画の停止を発表しました。そのイージスアショアの配備が中止されても、日本の弾道ミサイル防衛、BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策まで無にすることはできないため、大案策が必要となりました。そして、2020年末に導き出された結論が、すでにイージスアショア用に購入していた、スパイセ、分レーダーシステムやミサイルを打ち出す。垂直発射装置等をそのまま転用して、船に搭載し、海上で常時、弾道ミサイルの発射に、対応する装備として、新型艦艇を2隻建造する案であり、これらは、既存のイージス護衛艦と区別するために、イージスシステム搭載艦と呼ばれる。このイージスシステム搭載艦の大きさゆえに、令和の戦艦大和とも揶揄する声も上がっているが、無論、これは、太平洋戦争時に、世界最大の排水量を誇った、大日本帝国海軍の戦艦、大和に重ね合わせているのでしょう。大艦巨砲主義の象徴とも言うべき戦艦、大和に、イージスシステム搭載艦が重ね合わさられているのは、おおむね、これが、辛口な文脈で捉えられていることを示しているといえ、戦いの主力が、航空機に移る中で、無用の長物と化したそれと重ねてのことでしょう。ここまで、イージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように、陸上用のイージスアショアから、
レーダー等の設備をそのまま転用することが主な要因ではあるが、他の要素もそれを加速させている。そこには、弾道ミサイル防衛、BMD 用の SM-3 のみに止まらず、航空機や巡航ミサイル防御が可能な、スタンダードミサイル SM-6、対艦能力として、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルとしての12式地対艦誘導弾の射程が延伸化された、改良型も搭載されているからだ。弾道ミサイルだけでなく、中国、ロシアなどの迎撃が、より難しいとされる、極超音速滑空兵器にも対応できる、新型迎撃ミサイル等の装備品能力を搭載する、スペースも拡張するとしています。さらに、多様なミサイルの脅威に対し、常時持続的に対応するため、稼働率の向上をはじめ、好天時の気象、静打ちでも影響を受けにくい、耐用性、艦艇乗組員の居住環境などの改善、将来装備品を搭載できる、拡張性などの要素を総合的に考慮した結果大型化したとも言われています。2017年に、イージス・アショアの導入を決定した頃に比べると、さらに、日本の安全保障環境は、厳しい方向であることには間違いないが、SM6 や人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、対中国に向けた兵装であり、弾道ミサイル防衛、BMD とは別のカテゴリーでしょう。イージスシステム搭載艦で、これらをまとめて同時に対処しようと、思案した結果が、今の建造案なのかもしれないが、これまでの近年で、日本が、独自の兵器のプラットフォームの開発等を行っていないことを考えれば気がかりだ。イージスシステム搭載艦は、排水量から言えば、現在、海自最大の護衛艦で、事実上のヘリ空母である、出雲、旧ヘリコプター護衛艦に匹敵する。それに対して、110名という乗員数は、海自のイージス艦の3分の1に過ぎない。おそらくはミサイル防衛に特化した浮かぶミサイル基地となるだろうとの声もある。各種ミサイル兵器のプラットフォームとして移動可能な部分はイージスシステム搭載艦の現状のコンセプトのいい点とも言える。中国艦船を念頭に南西諸島防衛について陸上自衛隊が奄美大島や石垣島の島々に対して地対艦ミサイル部隊を編成し、12式地対艦誘導弾等の配備を進めているものの、既存の駐屯地のみならず、新設等に関しては、絶えず政治的な批判や反対活動が起こっている。今より、さらに、中国の海洋進出による脅威が高くなる可能性を考えれば、従来のような単なる防空システムという枠にとどまらない。極めて先進的かつ総合的な戦闘システムとして完成された、移動式のミサイル兵器のプラットフォームとしてのイージスシステム搭載艦の存在価値は、あると言えるでしょう。